ロード・オブ・ザ・リングの突撃は切ない。皆さん近畿でやってるか、オンデマンドだ。今日は映画ロード・オブ・ザ・リング2つの塔について最高だったシーンベスト3を発表していく。この映画原作と異なる点がたくさんある。例えば映画だとエオメルの出番が極端に少なかったり、エルクの援軍がなぜか来たり、はたまたサムとでっかいクモシロプのバトルが王の帰還に持ち越されるなど、原作大好きな人には不満があったかもしれない。しかしあえて言いたい、今回は映画ロード・オブ・ザ・リング2つの塔の素晴らしさを話す回だ。なので原作との違いをもっと知りたい人はぜひ指輪物語を読んでみてくれ。また2つの塔でみんなが好きなシーンもぜひコメント欄で教えてくれ。よろしくな。さて好きなシーンごとに話したいことがたくさんあるので、さっさとベスト3の発表に移るとしよう。まずは第3位からだ。映画ロード・オブ・ザ・リング2つの塔最高のシーン第3位はこれだ。サルマンはやりすぎた縁と怒りの大行進。中津国の魔法使いってハリーポッター的な魔法使いじゃなくて、日本でいうお坊さんみたいな印象だ。賢者というか修行をしている人というか、エントの森をハゲ山にするってのは坊主が寺をボコボコに壊すみたいなイメージだ。絶対にしてはいけないことなんだよな。調子に乗りすぎたサルマンへの罰がエントの大行進なんだ。映画館で初めて見た時はエント最後の行進じゃってセリフとパーンパーンパーンパパパーンみたいな切ない BGM が相まって、え？エントのじいちゃんたち死んじゃうの？って心配になったのを覚えている。あの子の私はきっと優しかったんだろう。まさしく動く森、自然の脅威を見せつけてくれたこのシーンは第3位にふさわしい。最高のシーン第2位はこれだ。いざセオデン王の元へ、老藩騎馬隊突撃シーン。この突撃シーンを一言で表すならばパズルだ。一つ一つピースがはまっていき、最後の一つがパチッと決まったその時、私はほぼ生きかけたのを覚えている。絶体絶命のローハン、決死の突撃をするセオデン、アラゴルンが東の方を見ると相場にまたがるガンダルフ。ガンダルフ、王が一人でおられるぞ。ドゥー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 、我らがおります。エオルの子らよ、王の元へ。この短いセリフがポンポンポンって流れるスピードがいいんだよな。切ない BGM をバックに坂を駆け下りる老藩騎馬隊、傾斜何度なんだろうって誰もが思ったことだろう。てかなんでロード・オブ・ザ・リングの突撃はこんなに切ないんだろうな。ピージャクほんと天才だよな。さあ待ち構えるウルクハイもバカじゃない。しっかりと槍ブスマを作って返り討ちの体勢。いよいよ両軍ぶつかるその時、丘の向こうから日が差すんだ。このシーンは本当にすごい。中津国の魔法使いは賢者だとさっき話したが、賢者であると同時に中津国を良い方向へ導く存在でもある。まるで日の光がガンダルフの杖に合わせて刺したようで、中津国がローハンに味方をしたとも読み取れる。日が差してウルクハイがひるむ最後のピースがパチッとはまったその時、ツノブエジョ防衛戦はローハンの勝利となるわけだ。いやー、ピーター・ジャクソン監督本当にありがとう。実質これが1位なのだが、今回のランキングでは2位にした。その理由も含めて1位の発表に移ろう。ロード・オブ・ザ・リング2つの塔最高のシーン第1位はこれだ。物語の主人公は決して道を引き返さなかった。くじけそうなフードにサムが語りかけるシーンだ。まず知っていてほしいのは、ロード・オブ・ザ・リング2つの塔という作品には王の帰還に物語をつなげるという絶対的な使命があるということだ。しかし映画を見たみんなならわかるだろう。二つの塔は明らかにローハンの物語だ。ロード・オブ・ザ・リングとして指輪を捨てる物語を成立させるには、最後はフロドたちにスポットライトを当てなければならない。オスギリアスでナズグルに襲われる二人、旅の険しさにくじけそうになるフロドにサムが優しく語りかけるんだ。悪いことばかり起きた世界が元に戻るでしょうか。でもこの暗闇もいつかは消え去っていくでしょう。バックでは勝利したローハン、
エントの映像が流れ、最後にフロドたちを映す。物語の主人公は決して道を引き返さなかった。何かを信じて歩き続けたんです。サムの言葉を受けて立ち直るフロド、それを見て解放するファラミア。このシーンを見て私は思った。そうだフロド、サム、この物語の主人公は君たちなんだ。さあこれから指輪を捨てる最後の旅に出よう。そうして王の帰還につながっていくわけなんだな。ちなみに私は今仮面の下で泣いている。三部作の真ん中として王の帰還に完璧なバトンを渡しているこのシーンが文句なしの第1位だ。以上が映画ロード・オブ・ザ・リング2つの塔最高のシーンベスト3だ。みんなの好きなシーンもあっただろうか。これからもみんなで楽しめる動画をバシバシ出していくので、少しでもいいねと思ったら高評価、まだの方はチャンネル登録をぜひよろしく頼む。それでは最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。